こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回は効率のいい選手のレベルアップ方法について解説していこうかなと思います。以前までのおすすめな立ち回りとしては、累計回収後に追加でエナジーだったり特訓コーチとか、そういったねいいアイテムを何回も獲得することができる、かなりいいイベントが来た時にたくさん試合をしていきましょう、エナジー使っていきましょうっていうのがあったんですけれども、景品表示法の影響なのか、それともはっきりした理由はわかんないんですけれども、そういったイベントが全然来なくなってしまったっていう状況ですよね。まあなので今回はそのイベントが前回いつの開催だったのかっていうのをちょっと振り返りつつ、来ない前提で考えるとどういった工夫をすれば選手のレベルをね効率よくアップ、早くね上げることができるのかっていうところを考えてきましたので、ご紹介していきます。まあ、その中でね、経験値を選手の変換によって獲得していく方法もあるんですけども、 A ランク B ランクの使い道の解説とかもね改めてまとめてしていこうと思ってますので、いつも AB ランクどういう風な時に消費しようかとか悩んでしまいがちな方はちょっと必見な内容かなと思います。よかったら最後までご覧ください。さあやっていきましょう。それでは最初に周回イベント、過去の登場日などね振り返っていきまして、実際いつ来るのかについて考えていこうかなと思います。まあ、周回することで累計回収した後も追加の報酬をたくさんね何度も獲得できるおすすめのイベントとしてはこんな感じのところになってまして、まあ、前回の登場日順にね表記させてもらいますとこういったところになってまして、まあ、登場できない理由は景品表示法の違反になってしまったからっていう理由ですと、まあ、やっぱりフェスタ、トレジャー、まあ、ルレヒとかはまあほぼ格で出せないのかなっていう風な感じですかね。僕はあまり詳しくないんですけど、まあ、課金をしてアイテムを大量獲得できるようなイベントで、まあ、その確率が不明だと良くないらしいんですよね。例えばフェスタだと S ランク契約書を何パーセントで獲得できるとかがね明記されてないのが良くないらしいです、まあ、じゃあガチャは何なんだっていうところだったりとか、まあ、フェスタでもね確率明記すればいいじゃんとかあると思うんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、なんか登場をねずっとしてない状況になってますね。全部過去の開催日は前回ね2023年のものとなっております。まあ、プロスピパークとかタワーとかに関しては、まあ、自然回復スタミナだけで挑戦できるスクラッチチャレンジとかだから問題ないって感じなんですかね。で、気になるのはドリームキャラバンですよね。こっちに関してはキャラバンボックス内の数がもう明記されているっていうところで、まあ、ある意味その時点での当たる確率が書いてあるみたいな、まあ、ちょっと直接では書いてないですけど、まあ、上限が決まってるっていうことなので、まあ、この中のイベントの中では比較的登場する可能性はまだ残ってるのかなって感じですかね。まあ、ただキャラバンの登場日に、ね、過去振り返っていきますとざっとこんな感じになってるんですが、まあ、去年はね1月12月とかもまあギリギリ収まったっていうところでなんですけど、まあ、1年間で、ね、5回も来てるイベントとなっていました。まあ、大体まあ年間4回は来ておかしくないイベントっていうところ でかつ2年連続でエキサイティング第1弾で登場してたっていうところなのに、今年は結構期間も空いてますし、エキサイティングでも来なかったっていう感じで、エキサイティング来なかったからちょっともう諦めたっていう方もね多かったかなと思います。まあ、なので正直こちらに関しても登場の可能性は低いと考えた方がいいかなってとこですかね。まあ、登場回数を単純に渋ってるだけならば、まあ出るとしたら次は周年のタイミングとかなんですかね。まあ、その辺とかぐらいしか候補がないっていう感じで、まあ周年のタイミング過ぎちゃったりするともう可能性としてはもうほぼないと考えられるってとこですかね。まあ一応希望はあるっちゃあるかなっていうイベントがキャラバンでした。で、あとは商品スタミナ2分の1キャンペーンですね。まあ、これはまあイベントとは違うんですけど、まあ、これは単純にスタミナが2分の1になるってだけなんで確率も関係ないっていうところなんで、まあ別にその辺の法律違反とかは全く考えられないっていうところでは、まあ一番この中では周回するおすすめなイベント類の中で希望があるものとなっています。過去の開催日としてはこんなところになってまして、まあ年間でまあ3回ぐらいは来てもおかしくないようなものとなっております。まあってなるとね、前回11月っていうところでもう8ヶ月ぐらいになるんですか、もう相当空いてるんで正直これもねあれって感じなんですけど、まあ、法律関連には触れてはいないはずなので、まあ一番期待できるのはこのスタハンっていうような現状かなと思います。まあ、それ以外に関してはイベントは累計回収したらすぐ終わっちゃうとか、まあ、プラスで追加獲得できるとしても通常スタミナが使えないようなイベントで、まあ、ちょっとずつ500コインももらえるみたいな感じなので、この前のホームランダービーもそうだったんですけど、たくさんやったところで、まあ、選手のレベルアップが進んでいかないっていう風なイベントっていうような状況になってます。まあ、なのでイベントが来たら周回するっていうやり方は、まあ、今は別にお得なタイミングとしてはあんまり希望がないので、それ以外の方法で選手のレベルアップをね効率よくしていく必要があるかなと思いました。まあ、というわけで実際に選手のレベルをね上げるための方法をねまとめていこうと思うんですが、まずはその選手のレベルアッププラス、まあ、ストック経験値の獲得方法などについてはこんな感じかなと思います。まあ、たまにもねログイン報酬、
あとは普通に通常スタメン使っての試合ですね。これはやっぱり試練よりもチャレンジカップよりも V ロードの方が一番経験値量としては多くなってくるんで、なるべく V ロードの数を増やしていきたいところかなとは思います。あとはサブイベントで経験値アップの得点を活用していくっていうところで、スタミナ回復も使い時はやっぱり今ランキングとか、まあ、そのどうしてもエネルギー使わなきゃいけないようなタイミングだったらおすすめになると思うんですけど、まあ、特に今のイベント環境だとオーバーランするメリットって全然ない感じなので、ランキングの時以外はあんまりスタミナ回復使わなくてもいいかなとは思いますね。で、そして、まあ、シンプルにイベント報酬、あとはランク戦でたまにもらえる懸賞品の報酬、でさらには選手の経験値変換っていうところですね。こちらはレベルを上げることによって獲得できる経験値量多くなってくるんで、レベル1で変換するんじゃなくて基本的にはレベルマックスが推奨となります。まあ、ただし、まあ、AB はレベマするとして、 C ランク D ランクも、まあ、コイン変換っていう方もいると思うんですけど、まあ、こちらも経験値変換で個人的にはいいかなと思っております。まあ、この場合は別にわざわざ育成するっていうなると育成オーダー結構枠を取ってしまうので、まあ、CD に関してはレベル1の状態でいいので経験値変換するといいかなと思います。まあ、というのもコインがね前より比較的集まりやすくなってるからっていうところですかね。まあ、累計後のさっきのホームランダービーの追加報酬とかもそうですけど、ランク戦の勝ち星ランキングも、まあ、あのエナジーの獲得量がね前より同じ順位で減っちゃったんだけど、代わりにコインが獲得しやすくなってるとかいう変更点が最近はありますので、まあ、比較的多分コインはね困りづらくなってきてるような環境なのかなとは思っております。実際僕も今100万以上余裕で超えてなかなかね減らないなっていう感じなので、まあ、今の持ってるコイン数が、まあ、30万以下とかそんな感じの人だとやっぱりコイン変換 CD もやった方がいいと思うんですけど、まあ7、80万以上とかかなり余裕がねあるなっていう風に感じてきたら CD ランクも経験値変換が基本的には大半の方がおすすめになるかなと思います。まあリーグ勢でね得の360頑張る人とかだと結構しんどくなってくるんで、そういった人は例外で常にコイン変換って感じかな。で、あとは一応スピストアでも交換ができますが、これは正直コスパが悪いのでおすすめはしません。ってことで具体的に何をすべきかなんですけど、まあ、まずはもしですけど消費者の2分の1が来たらそこでめちゃめちゃエナジー使いましょう。まあ、スタハンの解説動画で毎回出すとは思うんですけれども、まあ、その期間ですとね、例えば V ロードやるのであれば日本一の報酬でエナジーがもらえるんですけど、まあ、1周あたり、まあ、5エナジーとか10エナジーとかかな、まあ、多く買っても10エナジーぐらいで日本一1回できるぐらいの感じで、まあ、ものすごい試合してるのに全然エナジー減らないみたいな感じになりますので、まあ、そこで選手のレベルマックスをもう大量に作っていくっていうのが非常に重要かなと思います。次のスタハン来た時は本当に頑張りたいところですね。で、あとはちょっと例外ですけど、課金のできる方は単純に最速でレベルアップしたかったら V ロードの星8で全員育成したい選手でのオーダー編成する、まあ、全敗方法ってやつですね。一番獲得経験値が多い試合は V ロードの星8なので、まあ、そこでオーダー全員経験値がもらえる状態で進めていってください。ただし無課金の方はこれやっちゃうと一番デメリットとしてはね、 V ロード日本一できなくて、まあ、回数も進まないし報酬のエナジーも回収できないっていうことがあるんで、まあ、本当にスピード重視の方だけがおすすめな感じですね。どうしてもすぐ称号を決めなきゃいけないとか、まあ、対象少ないですけど YouTuber の方ね、すぐ使ってみた動画を上げなきゃいけないとか、そういった方とかはね本当に超えてやり方が最速でできるんでおすすめになると思います。でその他4つまとめていきますと、1つ目経験値 1.8 倍中にもうエナジー使っちゃうっていうことですね。もうイベントがいいもの来ると考えないで、もうシンプルにサブイベの得点次第でタイミングいい時はエナジー使っていくっていうのがありかなと思います。まあ、試練に関してもそのタイミングですかね。まあ、大解放5時間の間にもうめちゃくちゃ試合するみたいなっていう日をね1日作るとかもいいかなって感じで、2つ目がランキングの参戦数を増やすということです。まあ、これは12球団のリーグ勢の方だと、まあ、無理にやんなくても他のガチャを、ね、使った方がいいっていうパターンも結構ありそうなので、まあ、そういった方はちょっと悩みがちなんですけど、まあ、基本的に純正の方は TSOB めっちゃ重要ですし、リアタイ勢も特に OB とかで、まあ、スピ解放をして使い続ける選手のためにランキングすることは多くなると思うんですけど、まあ、60連目ガチャで GS 確定があったとしてもできればランキングやっていただいた方が経験値数多くできるんで、まあ、やたらガチャをたくさん引いたその次のランキングとかね、選手はたくさん持ってるけどレベルが全然上がってないみたいな状況の時は、そういうガチャかランキングか迷った時は、まあ、ランキング選んでもらうと経験値的にはまあやりくりはできるかなと思います。で、3つ目が V ロードの試合数を多くするっていうことですね。まあ、やっぱ同じスタミナ使った時に試練と V ロードでは、まあ、2倍から3倍くらいの獲得経験値の差が出ていきますので、まあ、なるべく V ロードを多くしたいっていうところなんですけど、ってなるとやっぱ試練やらなきゃいけないけどそっちを最小限にしていこうっていうところですね。まあ、そのためには試練アイテムを別で獲得というところでポイントクラブでアイテム交換するのも有効だと思いますし、まあ、特殊能力上げる数を絞るっていうのも、ね、有効だと思います。
まあ、リーグ勢の方も、まあ、覇王維持とかであれば、重要なコンボでね、合計240とか360あると思うんですけど、240さえいってれば、ま、問題ないかなと思っております。もう本当にね、覇王維持余裕になってきたぐらいの方で、もっとね、最強戦で絶対ここのシーズンは勝負したいんだっていう方は360までやるのは重要だと思うんですけど、やっぱり毎シーズン360維持するってなると相当なコスト、まあ、維持費がかかると言いますか、試練アイテムのね、消費が必要となっていきます。特に特能ってね、1から3に上げるよりも3から5とかに上げる方がかかる試練アイテム数って多くなってくるんで、360はね、負担が大きいんで、まあ、240だけをキープっていうところがね、おすすめかなと思います。で、リアタイ勢の方は、まあ、なるべくね、リーグリアでどっちも使えそうな選手の獲得が、まあ、できれば理想的ですし、まあ、リーグだけでしか使わない選手は特能でなるべく上げないのが大事だと思うんで、まあ、特に第2、第3とかはあんま上げなくていい感じですね。コンボに影響するのはその合計で何個なのかっていうところと、第1特能をレベル5にした選手が合計で3人いるかみたいな、まあ、その辺が主にあると思うんですけど、まあ、第2、第3は無理に上げる必要ないっていうのが重要かなと思います。で、さらにリアタイでも効果の小さめな特能は控えめにするっていうところで、まあ、やっぱりタイピンチとか広角打法とか、まあ、最近だと伸びとか球持ちとか、まあ、フルスイングとか、まあ、その辺とかは結構おすすめでレベル5にしていきたいところなんですけど、まあなんかミートをちょっとだけしか上げない、まあ、選球眼とかローボールヒッターとか何々キラーとかね、なんかそういう発動しづらいようなものとか、その辺に関しては、まあ、無理に上げる必要ないと思うんで、まあ、レベル3くらいで止めておこうとか、まあ、ちょっとずつね節約っていうのを意識してみるといいのかなと思います。まあ、そんな感じで、ね、試練の試合数をね減らしつつ、あとはまあイベントでの効率よい立ち回りですね。早めに累計回収すれば期間中の、ね、余ったスタミナを V ロードに回すことができるんで、まあ、うまく毎回のイベントを効率よく進めていくっていうのも大事かと思います。でラスト4つ目ですね、 A ランク B ランクの無駄な消費を減らして、まあ、その分経験値変換増やしちゃおうっていう感じです。やっぱりこのゲーム限界突破も重要ですし、特訓もだいぶコストかかってくるっていうところでね、その素材の確保は、ね、重要なんですけど、まあ今の環境だと経験値変換も増やしていかないとしんどい部分があると思うんで、検討していきたいって感じですね。で改めて AB ランクの使い道まとめていこうと思うんですけど、主には B ランクですと、まあ、特訓素材にするっていうことと、特殊で素材にすること、あとは覚醒で A ランクの、ね、限界突破、まあ、そうすることで A ランク選手の消費を減らすことができるっていう覚醒のやり方なので、まあ、それも有効ですっていうところと、今言った経験値変換、まあ、あと一応細かいところだとランキングでもしかしたらボーナス上げで、まあ、選手通常で煙突させるみたいなっていうこともあるかなって感じです。でここでやっていきたいところとしては、まず特訓で言うと、まあ、できればレベルマックスまで育成してから消費っていうところで、まあ、成功率が上がるのでやっていきたい感じです。まあ、B に関してはレベル1も、まあ、育成の枠がね少なすぎるんで、まあ、たくさん素材として活用して問題ないかなとは思います。であとはやっぱり特訓 1.5 倍キャンペーンが来た時になるべく多くにやっていただけると、素材の消費を、ね、節約することができて経験値変換量を増やすことができるかなと思います。で特殊に関しては正直能力の上がり幅としてはそんなに大きくないので、あんまり推奨はできないので、まあコーチだけでやるのがおすすめです。投資もやりたい方はまあファーストポイントクラブとかでコーチの交換とかもね定期的にやってちょっとずつやっていくっていうのがおすすめになります。まあ、継承で特殊回数もちょっと減っちゃうんで、なるべくねずっと継承しない SP 解放する選手とかでやっていきたい機能って感じかな、無課金だと。まあ、基本的にはリーグの上位勢の方が差をつけるポイントのね機能になってるかなとは思います。続きまして A ランクの使い道、主なところだとこんな感じで、限界突破、特訓素材、特殊素材、調合、覚醒、経験値変換というような感じですね。で限界突破に関しては、まあ、まだ S ランク持ってない選手の場合だと、まあ、A ランク6枚ぐらいあればとりあえず OK っていうところで、7枚目8枚目とかそれ以降に関してはもう特訓素材にしちゃっていいかなと思います。本当だったら称号をめっちゃしたいと思うんですよね。一発で理想の称号ってなかなか決まらないと思うので、できればね 3,4 枚とかそのぐらいとか欲しいとこなんですけど、まあ言うても経験値変換を増やしていきたいんだったらその辺もちょっとしんどいので、まあ最低限6枚残しで、あとは特訓用にね、まあいつその S が当たるかもわかんないんで、7枚目以降は特訓素材または経験値変換ね使っちゃってもいいのかなと一応思います。で特訓素材で使う場合は A はやっぱりレベルマックスでしっかり成功率上げたいかなと思います。で同じくキャンペーンを活かしていこうっていうところと、そもそも育成する人数、 S ランクの育成人数絞っていきましょう。そもそものね特訓する数を減らすことができれば A の消費とかもね相当減らすことができるので、なんとなく特訓レベル10にするとかはしないように、まあ、スピ解放選手もちょっとずつ減らしていこう、絞っていこうっていうのは検討してみてください。まあ、個人的にもリアタイメインで楽しんでるんですけど、まあ、リーグだけでしか使わない選手の場合はステータスも低めだったりとか、コンボ貢献度もだいぶ低めだ
だったりするんだったら、まあ、もしグランドオープンでね、前のシリーズよりもスピ200高い選手ゲットしたとしても、リーグ強化でも育成しないとかね、そんな感じで最近はやっております。で、称号もね、ある程度いい称号決まったっていう選手がいた場合に、まあ、さらに極意書を集めたいからまたね、称号するっていうパターンもあると思うんですけど、まあ、それに関してもなるべく節約でやらない方が、まあ、他の特訓素材だったり、経験値変換とかに A を使えたりすると思うんで、まあ、極意書集めだけの称号、あんまりコンボコケのって変わんなそうみたいな、すでにエース手にできたとか、同値にできたみたいな感じの選手だった場合だと、無理にやんなくていいかな。もし当たればね、勝利の手が決まれば強化になるとかも若干の期待も込めてやると思うんですけど、言うて確率結構難しいので、もしね A ランクの数全然足りないと思ってるような現状だったら、まあ、その辺も特訓素材回すなり経験値変化に回すなりっていうところの使い道でもいいかなと思います。まあ、その方が確実性があるっていう感じですかね。まあ、リーグ勢の方は称号めっちゃ大事なんでたくさんやってもいいと思うんですけど、リアタイしか興味ないみたいな方はなんとなくの称号は控えめにした方がいいかもしれないです。まあ、僕の場合だと例えばリアタイメインでやってるんで、他の例だと、まあ、スピ解放予定だけど今 A ランクが入手しづらい選手とか、まあ、その辺はあんまり称号つけない感じですかね。その投手ですね、投手、野手はできればパワー上げたいとこがあると思うんですけど、特に投手だと山本投手とかは、まあ、リアタイだけ考えたらね9位か請求とか上げたいとこなんですけど、 A ランク入手しづらい状況なので、まあ、スピ解放するってなるとその時の限界突破また進めるっていうところで、まあ、無駄遣いしたくないので称号してないみたいな感じになっております。それでは最後に S ランク契約書開封しておろうかなと思います。まあ、結構コメント欄とか SNS とか育成しんどいっていう方がね意見よく見るので今回考えてみました。まあ実際僕もしんどいんですよね、全然間に合ってないというか、まあ、スピ解放人数やりすぎたっていうのはね正直あったんですけど、最新のねリーグ補強が結構追いついてないんですよね、育成が。まあ、なんでちょっと考えてみたんですけどってところで、グリフィン投手が欲しいかな。上茶谷投手は A も残してないかな、あんまり。ですね。はい。ってところで、まぁ、ちょっと他にもなんかありそうなので、まぁ、ぜひこんなこと意識してるとかありましたら、コメントに書いていただけると助かります。では以上です。また無課金向けと、動画等を出していこうと思っております。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。